パリ五輪9回も落とし、下痢もしたスイス問題のセーヌ川で競技出場のドイツ選手3名が体調不良に仏メディアも悲観議論は続く。8日にセーヌ川で行われたパリ五輪の女子10キロオープンウォータースイミング OWS で、出場したドイツ人選手3名が体調を崩したと報じた。大会前から水質汚染が問題視されてきたセーヌ川。雨天による状態悪化が懸念された中で、大会組織委員会は、水質の基準値を下回ったとゴーサインを出し、トライアスロンと OWS の2競技を強行的に開催していた。ただ、大会期間中も大腸菌などの細菌濃度が依然として高いと報じられるなど、セーヌ川の水質汚染の不安は拭いきれず、実際に競技に参加した選手や各国メディアで不満の声が吹き出していた。日野女子 OWS で体調を崩したドイツ人選手3名の直接的な原因は明確にはなっていない。しかし、独オリンピックスポーツ連盟は倒れた3名のうち2名はすでに回復していると報告した上で全員が競技の翌日から吐き気や嘔吐、下痢のため治療を受けたと公表。残る1名も命に別状はないとしながら、チームドクターによって今も治療を受けている段階だという。今回体調不良を訴えたうちの一人と見られるレオニー・ベックが自身のインスタグラムで昨日は9回も嘔吐し、下痢もした。セーヌ川の水質は証明されたと皮肉いっぱいの投稿を行っていることを伝えている。これに対してネットの反応は、もう無理。ドイツの科学力でなんとかしろよ。ゲロ吐かせてから議論をするなと。議論。わら。議論って誰が見てもうねえ川ってわかりきってるやん。議論というか、ちょっとした殺人未遂では、IOC が悪い。美しい理想。クソまみれの現実。これぞ五輪精神の体現だな。大金使って五輪を開いて悪行を世界に広めたパリ。運営を訴えたりできんのかねえ。これはさすがに、レースちらっと見たけど水の抵抗を避けるために川の真ん中じゃなくてより汚そうな端っこ泳いでるのがまたかわいそうだった。このオリンピックのために100年間貯めたうんこだ。しっかり味わうがよい。中世のフランスって下水整備してなくて、2階から汚物を道端に捨ててたんじゃなかっけ？現代フランス人の衛生観は、中世とさほど変わっていないということ。パリ市長の根拠なき保証を真に受けちゃった選手が多くてちょっとびっくりだな。事前に下痢止めを飲んで競泳中もセーヌのうんこ水は可能な限り飲まないようにするとか、用心に用心を重ねて試合に臨むべきだった。パリのセーヌ川。世界にその汚さを知らしめた功績は大。スカトロシティ。バッハはキン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 のイメージしかないな。五輪を終わらせた男。選手かわいそうすぎでは。地獄やん。誰が見てもあれドブ川だよな。トライアスロン参加選手同情するぜ。フランスという国の幻想が打ち砕かれたのは、この史上最低の五輪での数少ない良かったこと。日本人は神経質すぎで東京五輪の時、東京湾マジ？とか選手村の施設がとか、日本人がクレームつけたよな。世界に恥ずかしいとかって、海外なんてこんなもんだよ。日本がマシすぎた。